さん、どうなすったの？本当にどうなすったんでしょう。どうなすったんでしょうね。なんもない。あまり場所にしても。死に向きは時々嫌なことがありますわ。私たちもよく泣きましたわね。そのことなどいちいち気にしてたら気になりませんわ。そこを切り抜けて初めて一人前の教員になるんじゃないでしょうか。ねえ、信子先生、学校面白い？面白いことがあるが、辛いこともある。憎らしい子もいるし、可愛い子もいるし。女学校でも憎らしい子はやっぱり廊下に立たせるの？ちゃちゃ、あんた随分立たされたことあるじゃろ。あら、失礼しちゃうわ。私これでも復旧中したことがあるのよ。へえ、復旧中したことあるにしちゃ。こんなとこ行くのもったいないと思うでしょ。まあ私もそう思ってるの。まあ私も女学校行きたかったわ。へえ、ちゃちゃん、あんたは好きでこういう人ったのじゃなかったのけ。私芸者なんかになりたくないわよ。でも一年中でね、仕方がないわ。ほう、そりゃ初耳じゃった。わしはまた、ちゃーちゃん自分から志願して受験準備しとるとばかり思っとった。受験？でもちゃーちゃん、毎日楽しそうに三味線とか踊りとか結構行ってるもんじゃけ。だって女学校行けないんですもの。どうせ芸者になるんなら日本一の芸者になってやろうと思ったの。まあ、日本一の？どうせなるんならきびだんごじゃないけど、日本一にならなくちゃ。そうそう、そんじゃわしも日本一の先生になろう。うんと頑張ろう。じゃあ行ってまいります。行ってらっしゃい。誠に恐れ入りますが、今日は英語の山口先生がお休みになりましたから、代行お願いします。はい、承知いたしました。3年生です。3年？何かありましたか？いいえ、3年結構でございます。じゃあ、じゃあ、怒られるしな。怒られっこないじゃないの。信子先生がお弁当忘れたから持ってきてあげたんですもの。でも、育児がないのね。あんた女学校見たいって言うから連れてきてあげたのよ。大丈夫かしら。質問の方ありませんか。はい、近藤さん。C を複数にするときはやっぱり終わりの Y を I に変えて ES をつけるんですか。そうです。トロフィーとかカントリーとかを複数にするときと同じようにY で終わって、しかもその前が死んである名詞を複数にする場合は、みんな Y を I に変えて ES をつければよろしいのです。わかりましたか。で、その次の方。はい、山田さん。なんでするっていうときに、メイドとメイドフロームではどう違うんですか。それは、例えば、木で机を作るというときに、材料がそのままの場合をメイドオフで、それから木から紙を作るというように材料の形が全然原型をとどめない場合を made from と言います。すなわち The desk is made of wood、 それから The paper is made from wood と言います。じゃあその次の質問の方。先生。はい、細川さん。英語にも方言があるんでしょうか。方言？訛りですか。ええ。それはあれですよ。あります。では、中とか、剣とか、毛とかいうのは英語で何て言うんでしょうか。細川さん、あなたはそれを真面目で質問なさるのですか。それとも、私を困らせようと思って。あなたは私を軽蔑なさりたいのですか。
んなこと質問するの失礼よ。だって質問ですよ。わからないことは当たり前じゃないよ。校長先生。何ですか、涙ぐんだりして。私は田舎で抜き押しかもしれません。私の国なまりはおかしいかもしれません。それを英語の時間に中とか毛とか剣とは英語で何と言うのですかなと質問されて、私としてこれ何と答えたらいいですか。いえ、そういう生徒をどういう処分したらいいですか。そりゃあそういう愚問を発する生徒は処分しなければいけませんが、処分する前に、いえ、そういう愚問をされる前に、中とか毛とか剣とかそんな言葉をまず改めなければいけません。これはあなたがここへ来た当初においてご注意しといたはずです。よくわかりました。ねえ小宮山さん、例のガマですがね、あれは生け捕らなきゃ、つまり生きたらなきゃダメなんでしょうか。ねえ、いかがなもんでしょう。どうかなさいましたか。大変お顔なのが悪いようですけど。生徒にはつっこまれ、校長先生にはやっつけられたんです。どうして。いえ、私が悪かったんです。私の国なまりが災いしたんです。お国なまりを。私今日から絶対に国なまりは使いませんけ。あ、絶対に使いません。それはまたどうしたんです。あの細川栄子って子にきれいに突っ込まれてしまったんです。あの子にですか。あの子にも困ったもんです。あの子にあの先生も手こずっているんです。まあ、手こずっていながらなぜおっぽかしておくのでしょう。それがそのいろいろ事情がありまして。事情が。サボったりして。だって信子先生お弁当忘れたでしょ。持ってきてあげたのよ。早く行って。ああ驚いた。だからって知らないことじゃないのよ。怒らやしないかって。だって初めにあんたが女学校見たいって言い出したから行けないんじゃないの。だってさ、チャーちゃんが女学校行かないかって言うからさ、女学校見たくなっちゃったんじゃないの。ではあなたはこともあろうに芸者屋からお通いになってらしたんですか。は、芸者の主人がうちの父といとこだもんで。いとこであろうと何であろうと芸者からでは困ります。でも男性の方はおりませんし、かえって女ばかりで安全と思いまして。いくら安全だからといって芸者からでは困ります。早速前書してください。前書と言いますと。学校を辞めるのですか。辞めなくてもよろしい。大至急移転してください。はっ。なるほどね。考えてみると先生のお宿に芸者はきっと不向きだったよ。おばさん、すいません。気にせんでください。何気になんかするもんかね。校長さんのおっしゃる通りだよ。私はね、子供がないもんだから、我が子のように思って、おのぶちゃんを預かってみたけど、やっぱりこの界隈は、お前さんのような人の住むところじゃないよ。しかし私も賛成だね。学校の寄宿舎入んだって。ええ、寄宿舎の社官が一人足りなかったんで、まあ、社官になるわけですよ。そうかい、そりゃよかったね。でも寄宿舎は不自由なんだろうね。ねえ、日曜ぐらいには遊びに行ったっていいんだろう。ねえ、日曜には来ておくれよ。じゃあ私ちょっと行ってくるからね。行ってらっしゃい。はい。
ねえ、信子先生、私が今日学校行ったりなんかしたから行けなかったんでしょ。まあそれがきっかけにはなったけど、遅かれ早かれそういう結果にはなったのよ。私どうしようかしら。あんたは心配せんでも大丈夫よ。でも信子先生がいなくなった私つまんないわ。私だってチャーチャーに別れるのは寂しいわよ。私芸者にならないでよかったら先生についていくんだ。お父さん病気だし、お母さんも体が弱い、小さい妹や弟もいるし、私やっぱり仕方がないから日本一の芸者になるわ。信子先生、おしくじですね。ええ、いろいろお世話になりました。あら、お世話になったのは私のみじゃないの。もう手紙書いてもらえないのね。日曜日には遊びに来ますよ。あ、そう。もし来てくれなかったら私キシキシを引かれてって手紙書いてもらうわよ。まあ大変。だって今までと手紙の字は